最初のコーナーですね。いつもと同じです。ウォーミングアップということで、英単語のイメージをつかもうですね。プラスのイメージかマイナスのイメージかというのをお答えください。はい。最初の単語です。フィ a ボーどうでしょうかプラスかマイナスかですね。ズームでご参加の皆さんはいつものようにスタンプでお答えください。はい。いい時に使うか悪い時に使うかという感じですね。はい。 そうですね。親指の上がってる方正解ですね。これはもうプラスのイメージです。あの、よく commercially feasible なんてね、使いますけれども、どんな感じかわかりますか商業的に実行可能なみたいな意味ですから、まあ、つまり採算が取れるということですよね。だから新開、新し開発した商品なんかが commercially feasible かということが重要ですよね。あと、technically feasible とかね、技術的に実行可能か、じあの技術的にこれが可能なのかどうかということです。だから feasible だと言うと、 実行ができる可能だということですね。はい。それから次の単語ですね。g u l ですね。これは人に使う形容詞ですけれども、はい。いかがでしょうかプラスかマイナスか。はい、そうですね。he's gullible とか言ったらば、はい。泣いてる方正解ですね。これはマイナスですね。えー、騙されやすいということです。すぐに人を信じてしまうというような意味なので、決していい意味ではないですよね。 えー、覚えなくていいと思いますが、ここの最初の部分ですね。ガオという、G-U-L-L。これが動詞で、あの、ディスイブのような意味なんですね。騙すというような意味です。だからこれをね、形容詞にしたガレボーというのが、だ、まあ、騙されやすい、信じやすいということですね。Gao、まあ、というね、かもめもガオなんですけれども、それとは違って、動詞で使うと騙すという意味があります。はい、次の単語ですね。Resurgence。 はい、どうでしょうか。まあ、明るいイメージか暗いイメージかとかですよね。はい、これは以前も言ったことあるかなと思いますけど、sur ここが上、えー、こう上に上がるようなイメージしたらいいですね。はい、プラスのイメージです。こう回復とかいうことですね。再びこう盛り上がってくるようなね、戻ってくるような感じです。プラスです。desimate。これは動詞ですが、いかがでしょう。プラスかマイナスか。 はい、そうでですすねねマイナスの意味です、ねえー、確かパスタンの方では大量に減らすとかね数を、えー、大量に減らすなんていうようなね意味で書かれていたかと思いますけど語源をご存知ですか、これ怖いんですよね。 あの古代ローマでね、こうローマ軍に反乱した人たちを、ね、こう処罰するということで、まあ、10人に1人ずつを殺したとかいうところから来ているんですが、えー、っとこの弟子のところが、弟子リットルとかの弟子なんですね、10分の1を表すんです。だから10人に1人ずつ殺すと、なんかその誰を殺すかっていうのをくじで決めたとかいうらしいですけれどもね、まあ、それで大量に殺すとか、大量にあの減らすというような、ね、意味で使われています。 スクワンダーどうでしょう。スクワンダー動詞です。はい、ちょっと迷っている方もいらっしゃいますね。もうスクワンダーはもう私も最初からウェイストとこうくっつけて覚えましたね。はい、ウェイストです。浪費するということでこれは良くない方ですよね。マイナスの意味です。